いや、まさかね、メッシを失うことになるとは思わなかった。でもまあ 4500GB で帰ってきたから。なんかそこの、てかさ、俺なんか思ったんやけどさ、てか俺偉いなって思ったけどさ、そこ返せる技術あるんやとか思って、え、思わんかった、みんなも、え、その間違えて引いちゃった分みたいな感じでなんかさ、 GP 返してもらったよ、なんかそういう技術あるんやみたいな、なんかその返却っていう技術、データを戻すっていう技術ね、今までそういうのができんから、まあしゃあないよなみたいな感じでなんかスルーしてきた事案とかめっちゃない？え、それできるやったらあの時もそれすら良くないみたいな事案めっちゃない？今冷静に俺思ったけど、え、4500GB 返ってきとるやみたいな。だからこれあれやろ、単純にさ、その選手をそのまま売却しましたっていうわけじゃなくて、強制的な売却じゃなくて完全に時間戻したってことやろ。と思って、その技術あるんかいと思ってね、なんかそれできるんやったら、なんかあの時のあれもああしたらよかったんちゃうかみたいな事案めっちゃない？あ、ないかな。でも言うてこんなん初めてか。あるかな、なんか昔なんかああってなるか、なんかガタ引けたやつ引けんかったやつなんか別れちゃったみたいな、なかった？あんなんも全部さらに戻したらよかったのにな。あれウィニングレムやったからできんかったってことか。へえ、ユートボールになってそういうとこでなんか地味に成長してるよ。なんか全てが全てなんか解約されたわけじゃないみたいな、そういう時間逆行という魔法が使えるっていうのは、これ新しい情報ですよ。今後はこれでコナミガンガン揺さぶってこうぜ。ああ、時間逆行やりゃいいだろうよつって切れようぜ、マジで。もう俺がこれからだから底引きとか150回引いてから最後の1体でバティストゥータ出ましたとかなったらめっちゃ切れるわ、マジで。運営に、はぁ、あ、ふざけんなみたいな、1万5000払ってバティストゥータ痛い、舐めてんじゃねえ、ふざけんじゃねえつって、こんなおかしいだろ、時間戻せつってからめっちゃ切れよう。そうしよう、まあ、これができるってもう分かっちゃったからね。もうこうなったら逃げれんぞ、言うとくけど、次は俺のことはめようとしてみるよ。俺はもう知っとくからな、お前の手の内を。コナミ聞いてんのか、おい、首洗って待っとけ、もっと洗ってやるからな。